今週の神奈川ビジネスアップトゥーデイトはデザイン建築を特集。ライフスタイルへのこだわりに応える注文住宅を提供、横浜に本社を置く建設会社菊島の家づくりに迫ります。横浜市港南区に本社を構える菊島。1964年に鉄骨加工業として創業。70年代後半、建物の構造が木造から鉄骨に変わったことに伴い事業を拡張。鉄骨建築の基礎、躯体工事を手掛けます。1997年に住宅事業を開始。2000年に初めて手掛けたデザイン住宅がコンクールで受賞、注目を集めました。これまでに手掛けたデザイン住宅はおよそ300件。神奈川建築コンクール7年連続受賞など高い評価を受けています。これがちょっとその特徴は建築家と作るデザイン建築。住宅の設計を外部の優れた建築家に依頼。ライフスタイルにこだわる建築主の要望に応えています。対勝間さん。大手建設会社の設計部に勤めた後、横浜で建築設計事務所を設立。東京建築賞建築作品コンクールで最優秀賞を受賞するなど高い評価と実績を持つ建築家です。この日は菊島のオフィスで横浜市内に2世帯住宅を建てる森さんと打ち合わせを行いました。前のこの L 字よりはるかにさすっきりしてるし、ね、いいと思います。ですのでこちらに立っていると多分ここから入ってきた人は見えるんですよね。これ素敵、いい。これ下だけ凹んでるところだけカーペット引くと、ちょっとそのあのなんていうか、ちびがそうね、知られないですね、そんなね。もうこのお宅もそうで、今までちょっともう純古風な家に住んでましたので、一生に一度はあのそういうね、あのおしゃれな方に住んでみたいなっていうのはずっと夢でしたので。まあ、あの家から嫁いでいった者たちが、まあ、親戚が全部集まるという機会が非常に多いので、人が集まれる空間をやっぱりメインで作りたいと、まあ、昔からまあ菊島さんで将来的には家を建てたいかなというふうには思ってたんですけれど、あの菊島さんを訪ねて、まあ、いろんな設計の先生をご紹介していただいて、中でも特に作品を見ながら、大勝の先生の、まあ、作品が非常にデザイン的に気に入ったということもありまして、菊島さん経由で大先生をお願いするという形を取りました。建築の設計をするのに私たちは絵を描いて空間を想像して作るわけですけど、あくまでも紙の上ですよね。で実際にそれを具現化するのは施工会社で、施工会社の方々がみんな手を使って建てるわけではなくて、関わっている業者の方ですとか、そういったそのチームを作るわけですよね。でそれはどの建設会社さんでも工務店さんでもできるわけではなくて、やはりあの建築家の仕事ってまあちょっと難しいところもあるものですから、その意向を感じていただきながらより具現化するのを得意な会社さん、それがまあ菊島さんだと思いますし、逆に私たちはそういったところの方と工務店さん、建設会社さんと組んでいかないとやっぱりいいものはできない。自分だけのライフスタイルへのこだわりに建築デザインで応える住宅建設、トップを務める菊島秀樹社長に伺います。建築家と作るデザイン建築という考え方は住宅事業を始められた時からお持ちだったんですか？実は当社が住宅事業を始めさせていただいたのはですね、1997年8年その頃だったと思います。ちょうど私が社長に就任した年なんですけれども、それまでにこう長らくお付き合いをさせていただいていた地元の、ハウスメーカーがございまして、そのハウスメーカー
に私どもは鉄骨工事の専門業者としてですねお付き合いさせていただいたんですけれども、はい、その会社がある日突然倒産をしましてですね、はい、一斉にその住宅現場がストップしちゃったんですね、で、協力会社の皆さんと相談をして、うん、菊島、お宅が中心になって、この残っている仕事をお客さんのためにも継続してくれということでですね、させていただいたのが、当社の住宅事業の始まりなんです。まあやむにやまれるということで、ただそれまでずっと私どもは創業以来鉄骨工事ということを中心にやってきました、それはお客様が、建設会社さんですよね、ゼネコンさんであったり地元の工務店さんであったり、そうすると、これからだんだん厳しいその経済状況の中で、自分たちの その生きるその術をですね、その元請けの建設会社さんに委ねている、はい、この状態にやっぱものすごい不安を感じていてですね、そういう意味で、水上といいますか、その自分 その生きる道って言ったら大げさですけれども、それは自分たちで気づいていこうと。でも当時、世の中はデフレ経済、どんどん安いものがしか売れないという時代になってたと思うんですけども、最初はどういうような方針で住宅作りっていうのを始めたんですか？その先ほど言いましたように、水上に、顧客に近づいていきたいと、そういうような思いはこう思ってたんですけども、じゃあ実際どうやってアプローチしたらいいのかと一切分からなかったので、もう見よう見まねでパンフレットを作ったりですね、チラシを作って、ご近所にこう、投函をしたりとかですね、住宅店みたいなことをやって、来ていただいて、家を建てませんかなんてアプローチをしたんですけども、一切やっぱ空振りでして、はい、である時に知り合いの、建設会社さんを経由して、建築家の方に、鎌倉だったんですけれども、自分 その設計した家を、菊島で施工してほしいと。それはたまたま鉄骨を中心にした、鉄骨造の住宅だったので、菊島さんだったらできるんじゃないですかっていうようなことでですねスタートをさせていただきました。ただものすごいやっぱり苦労してですね、当時確か3000万円2500万円ぐらいの住宅だったと思いますけれども、気がついたらもう原価で4000万5000万かかっちゃったとかですね、そんな状況でしたね。本当社内ではその工事が終わった後に、いや社長こんな仕事をやって継続してたら会社おかしくなっちゃうとそうですね、こう言われたんですけれども、一方でその我々のライフスタイルはやっぱ多様化していって、例えば着るもの一つとってもですね、サラリーマンの方でも今、ジャケットにジーンズでこう出社するような方が、そういう企業いっぱいあるじゃないですか、そういう中で住宅だけがなんでその既製品じゃなきゃいけないのと、もっともっと自己表現するようなそういうような選択肢があっていいだろうと、そういうことできっとこの、建築家の方が設計するそれぞれの個人のライフスタイルであったりご家族の在り方みたいなものを表現する住宅っていうのはこれからますます広がっていくだろうと、そう思ったので、じゃあどうせこの、その失敗をただ失敗で終わらせるんじゃなくて、将来に振り返った時にあの時あの失敗が財産だったねと言えるような、この失敗にしようよということで、社員のその反対をですね押し切って、やっていくぞということで、継続してまいりました。さっき VTR の中でね、自分たちのその建築がね作るイメージする家っていうのはどこにも任せられるもんじゃないと、そんなようなことをおっしゃってましたよね、はい、数えると300近いそういった家づくりをいろんな建築家の方とさせていただいてきまして、それだけ一つ一つのこう建物を作る過程の中でやっぱり失敗の経験もしてきました。こういう納めをしたら雨漏りしちゃうとかですね、将来的に不具合が発生するというようなことも経験してまいりました。そういったことを建築家の方とこう共有と言いますか、させていただいて、設計に反映していただくとか、また
まあ、無理を言われるケースもあるんですよね、こういう納めをしたいと、だけどそれを一概にバッサリとそれはできませんということで切るんではなくて、なんとかその建築家の前思い、それからクライアントの思い、これを形にしていこうということを一生懸命努力するようにし、その姿勢を建築家の方々も共感をしていただいていると言いますか、期待をしていただいているところじゃないかと思うんです。一方世の中ではですね、住宅着工件数は減っていっていて、で若い世代っていうとやっぱりこう先行き不安、お給料が上がらないとかボーナスが減ってるとかっていう意味で一戸建てを持つっていう夢がどんどんこう遠のいていってるような、そんなようなこう世の中になってるんじゃないかっていうふうにも見えるわけですよ。昔はその郊外にの住宅団地に一戸建てを建てましたという建てましたということがゴールだったと思うんですけれども、これからの時代はさらにその先にその自分のその可能性といいますか、そこでどんなライフスタイルを展開していくのか、そこを求めてらっしゃるお客様というのが確実に増えてるんじゃないかなと思うんですよね。もちろん住宅業界全般でいうと非常に厳しい状況は待ち構えているのかもしれませんけれども、しっかりとそのクライアントの要望といいますか、私どもは今人を輝かせるということを一つのキーワードにしているんですけれども、そういったことが提供できるような住宅なり建築なりそういったものが進めていければまだまだこの業界も可能性は広がっていくような気がするんですよね。昨年創立50周年を迎えた菊島の記念事業、街を楽しくするストリートファニチャーデザインコンペティション。ストリートファニチャーとは屋外のベンチや案内看板など街の家具のような建造物のこと。新たな機能を持つツールやデザインを募集して3作品を菊島が制作しました。横浜市中区の日本大通り、沿道に歴史的な建造物が並ぶ中、菊島の創立50周年記念事業として行われた街を楽しくするストリートファニチャーデザインコンペティションの優秀賞3作品が設置されています。ユニークな形をしたベンチ、カラフルにペイントしてリサイクルされた学校の椅子や犬のための休憩スペース、これらのストリートファニチャーは実際に座ったり使うことができ、街を楽しくするアイデアに触れるとともに街づくりに関心を持ってもらうことを目的にしています。こちらは横浜赤レンガ倉庫のイベントスペース。ストリートファニチャーデザインコンペティション優秀賞の一つ、300チェアの制作ワークショップが行われました。小学校や幼稚園で使われなくなった椅子をカラフルにペイントしてストリートファニチャーとしてリサイクル、新しく生まれ変わった椅子を赤レンガ倉庫前の広場に自由に置いて市民や観光客が一息つける空間を提供します。これが四つ葉のクローバーで、この周りにあるのがハートで、見つけたらいいことがあるクローバーを真ん中にしました。ちょっと虹を2つの椅子でつなげたら面白いかなと思ってやってみました。ちょっと恥ずかしいけど楽しみです。楽しくやりました。見に行きたいです ね、見に来ようね、並んでるのね。物を作るよりも経験を作りたくて、その活動を作りたかったんですね。まあストリートファニチャーといいますと大体こうベンチとか何か物を作るんですけれども、私たちはどっちかというとその活動を作ることによって、まあ、まずその経験を作って、その後はまあ意識を高める。今回固定されたベンチじゃなくて動かせる椅子なので、まあ、自由に使ってもらって、他の人と会ったりコミュニケーションしたり、そこはすごく重要、社会的にはとても重要なので、そういうコミュニケーションの場をみんなで作りましょうという、まあ、そういう目的です。
ストリートファニチャーデザインコンペで優秀賞に選ばれた3つの作品、どれも個性的だけど機能的でもあって、はい、とても面白いなというふうに思いました。はい、我々応援して作らせていただいて、街の中でしっかりと機能を持ってですね、これはまた一つの街の風景になっていると、すごい嬉しく思いました。興味深いのはですね、こういったコンペイベントに、はい、菊島さんが力を入れるっていうところなんですけども、はいはい、これはそのご自身がやってらっしゃる事業との共通点っていうのはあるんですか？そうですね、本業とどう関わりがあるのかというと、やはりその人とか、街がやっぱ輝いていく、そこに我々貢献していきたいっていうのが菊島の姿勢で、そういう意味でそのデザイン住宅もそこに住まう人たちをどう輝かせるかということがテーマになってるんですけども、同様にその今回のストリートファニチャーのコンペも、街をどう輝かせるのかというのが、テーマになってますので、確かに、事業としてさせていただいていること、CSR 的なこととしてさせていただいていることということで違いはありますけれども、向かっていく方向は同じだなというふうに捉えているんですけど、CSR っていう、言葉が出ましたけれども、中小企業が CSR をやるっていうのはなかなかそんなに数はないと思うんですよ。この企業が、それぞれの企業が何を大事にしようとしているのか、どの方向に進もうとしているのかということを、外部の、皆さんに対してもそうですけれども、社員に対してもどう、この会社がどこに進もうとしているのか、社長が何を大事にしようとしているのかということを社の中にも伝えていく、もう一つはやっぱりこれから、時代がこう変わっていく中で、一つの会社だけで、いろんなものを生み出して、市場マーケットを作っていくっていうのはなかなか難しくなってくるんだろうなと、特に中小企業でやっぱそうじゃない、そういう状況になるんじゃないかなと思っていてですね、このいろんな、コンペであったりそういう CSR 活動、うちにとっては発信材料なんですけれども、そういったことを通してその思いに共感していただける外部の皆さんとのネットワークを作っていこうと、そういうふうに思っていて、それぞれこう職種の違う皆さんと連携を、ただ思いを同じにする皆さんとのこう連携を図ることによって、そこからまた新たな、サービスが生まれたりして、もちろん私どもの本業といいますか本籍地は建設業にありますので、そういった少しずつこのその輪を広げていってですね、いつの日か、オール横浜で横浜のこう街を考えるようなそんなコンペができたらいいなと思ってるんですけど、この後は本日のアップトゥーデート。 CSR 事業というのはもう単純に社会のためというだけじゃなく、社員のためにもなって、また他の企業のためにもなって、いいサイクルを生んでるんだなということがよく分かりました。では内田さんが感じた神奈川経済の今を今日のアップトゥーデートとしてまとめていただきます。はい、今日のキーワードはこだわりのニーズをつかむです。やっぱり住宅着工件数はね、人口減少していくわけですから少なくなっていくわけですよ。で、今ですね、中古住宅もどんどん市場に出てきていますし、もっと言うとこれから空き家問題っていうのも深刻になってくるっていう流れなんですよね。そういう意味では住宅はもう供給過剰になっている、その中でも新築にこだわるんだっていう人は、多分一定数はいると思うんですよね。じゃあそういうのってどういう人たちかっていうと、もうとにかく住まいにこだわると、住まいにこだわる人ってもうそれぞれのこだわりが違うわけですから、多様なニーズ、そして予算も様々、そこにいかにきちっと応えていくかっていうことになると思うんですね。そういうふうに考えていくと、菊島のモデルっていうのは、建築家を自分のところで持ってないと、ニーズに合わせて発注できるというところもありますし、あとはね、鉄骨メーカーとしてのやっぱりものづくりの魂というかこだわりっていうのがあるわけで、そういう誠実なものづくり、多様なニーズに応えるっていうところが2つあるってところは強みなんだろうと思うんですよね。ですからアゲンストな業界であろうとも、しっかりそういうものを持っていれば、チャンスはあるんだっていう一つの見本になるのかなというふうに思いました。